DJ1、DJI、勝ったのですが、GoPro があると、なかなかこっちに移行できません。昔、携帯電話で、こんな携帯電話、買ったときに、初めて iPhone が出た12年ぐらい前かな。流行ってるものが大好きで買いました。2個持ちすると全く使えない馴染まない、使えないで、これは、カパッとする、携帯電話、それを捨てよう、こっち一本にしよう、 iPhone 一本にしようとして、 iPhone に変えた時からiPhone を使いこなせるようになりました。何でも新しいもの好きで、昔マッキントッシュが初めて出た時に、マッキントッシュ2なんか買ったりして、パソコンのマック開けですよね、使ってました。前向きはこれぐらいにして、今日は、ちょっと最近不幸があったので、身内に私一人で住むことに、住むことになるというか、一人です。そして、キャンセルいっぱいしました。キャンセルしたのですが、キャンセル費用一つ返ってきました。ボラカイトだったかな。日付変更したことにより差額分が保険で返ってきました。アナ、ラスベガス、それはキャンセルはできたのですが、100% の、返金はいただいたのですが、安いチケットで34万ぐらいだったかな、ポイントなんですけども、で取って34万返ってきただけで、次回取ろうと思ったら5、60万しますので、本当だったらこの差額も保険でかけてたので請求できると思うんですけど、なんか2400円の保険金を2個かけて、2つからもらったら悪いかなと思って、これは請求するのをやめました。ホテルもキャンセルカーのやつばかりやってたので、そちらは大丈夫でした。ボラカイ島の方は、キャンセル不可、ブッキングドットコムでしたけども、それは、直接連絡くれて、日付変更してくれないかというのを頼んだところ、気よく、変更してくれました。差額はちょっと7000ほど出てたのですけれども、その7000も保険金でカバーできました。でも11月になったのですが、それとこの2ヶ月ぐらいちょっと海外行ってません。彼女の方に不幸があったので、私一人になってしまいましたので、でもやっぱしラスベガスで行きたい。コインがいっぱいある。クレジットカードがプラチナカードに、変えて、ポイントがいっぱい入るようになったのと、プレミアムカードにしたのと、両方コインと、マイルがいっぱい入ったので、無料といえば無料、2枚のカードの年会費が32、3万しますけれども、まあ、無料で、コインとかそういうの入ったので、ちょっと遠出ができるかな。今まで燃料サーチャージが高いので、できなかったのですが、ラスベガス久しぶりに取ろうと、それも思ったのですが、ポーカーの新ポーカーっていうのがあるんで、やってるんですけど、番組あるんですけど、めちゃくちゃ面白い人ですけども、それ見てブラックジャックはもう全然、50% は勝てるんですけども、ポーカーをしたことがないので、それを見てるとだんだん先が読めるので、今まで飲食店してたので、お客さんの心を読むとか顔色を読むとか周りの雰囲気を読むのがめちゃくちゃ早いので、大体お客さんが入ってこられたら
3分以内にどういう雰囲気で隣でどういうお金持ちかだけ経験とかそういうのを一緒にして把握して、このお客さんはこうだからこうしてつけるようにとか、そういうすごい目から鼻に抜けるんですかね、大阪で、日本語学かなこれはもうすごいそういうのが長けてたので、ポーカーやると思ったんですけども、最初の一歩はなかなか踏み出せなくて、日本のねポーカーゲームで一度練習すればいいんですけれども、なんせ今現金持ってないんですよ。コロナが始まってから財布を持たなくなりました。カードケースだけです。現金が1万円札入ってる時がないんですよね。で、日本のゲームセンターですよね、ポーカーのゲームセンターというか、それは現金らしくて、それは二の足踏んでる可能性もあります。現金いっぱい持って財布にいつも2、30万、入ってる時が懐かしいです。コロナ以降一切ありません。それで今回撮ったのは、撮るのはラスベガス、ハワイ経由でラスベガス、アナで、ラスベガスじゃなくてアナでハワイまで撮って、ハワイから、ラスベガスまでユナイティッド、ちょうどユナイティッドが安く手に入りまして、6万8000かな、でハワイまでは11万ちょっとで撮れるようになって、それで、行こうと。あとホテルはでもキャンセルした時のホテル代と今回のホテル代、一泊につき100ドルぐらい高いので、4泊すると400ドル、400ドル高くと150円としたら、6万円かな、150×4泊、6万円ですね。やっぱ6万円ぐらい高くなってしまって、よくこんな単純な計算すぐできるなって言って彼女に言われてたんですけれども、これはそろばんを習ってたからです。そろばんを習ってるとこの小さな暗算はできますよね。話を元に戻して、ラスベガスなぜ行きたいか、と、プラチナカードを作ったのはなぜか、それはアメックスラウンジですよね。今度第3ターミナルに、アナの第3ターミナルの方に、ダイヤモンドじゃなくて、アナじゃなくてアメックスラウンジができるという来年、そのために作ろうと思ってたんですけれども、ラスベガスにもあるし、ロスにもあるし、サンフランシスコにもある。いや、これは早く作って行かないとダメやと。じゃあ一度、どこだったかな、オーストラリアのアメックスラウンジ、その時付き合ってた子がアメックスカード私に作ってくれたので、プレミアムカードですか、作ってくれたので自分にマイルが入るためなんですけどもそれで、一緒に入ったことあるんですよね。そしたら、このラウンジは一体なんだ、すごいなと思って、超感動したことがあって、これがラウンジって、しかもアメックスって思って、それを思い出して、ラスベガス、サンフランシスコ、ロサンゼルス、これを行こうと、で企画を立てました。世界の、アメックスラウンジ行く企画も立てました。ポイントがすごく入るので、ほとんどポイントで行ってます。お金はありません。店の仕入れとかそういうのがカードで使ってるくれてるので、それを、そのポイントだけ私いただいてます。すごくラッキーですね。で、まあダイヤモンド修行するときは沖縄往復日帰り、当日日帰りを、たくさんします。いつも5万で、7つの、なんかいろんなライフスタイルですか、クリアして、
カードが500万以上ですか、もう十分なので、それでダイヤモンドを維持してます。1回だけ10万 PP ありましたけども、それ以外は5万です。それと一応ミリオンマイラーになったので、まあ、ハーフですけどミリオンマイラーになったので、海外路線に乗ると必ず、今まではたまに、誰も挨拶してくれない時あったんですけども、もう今ほとんど 100% CA の方が挨拶に来てくれます。なんかそれってすごい嬉しいですよね。やっと苦労してミリオンマイラーになってダイヤモンドになったというその喜びがあります。今回それと、取り方ですよね。マイルと、コインと特典航空のその取り方でちょこちょこ失敗します。タイを取ろうともしたんですけども、タイじゃないわ、タイから、どっか離島行くのを取ろうとしたんですけども、それをコインで支払おうとしたんですけども、プロパーのやつをコインで、払おうとしたんですけども、タイまではアナで行くんですけども、それ以降、アナの4桁のなんとか便とか共同運航便ってついてないと、コインでは買えないんですよね。それ今回で初めて知りました。特典航空券で、コインで買えないのは、ちょっと前に知って、あ、そうだったのかと思って、で今回初めて、乗り継ぎの時に気をつけないと、アナの共同運航便かどうかを必ず確認しないとコインで取れないいう、そういうことがあったので、これは一つ勉強になりました。皆様も注意してください。今日はこれぐらいかな。あと、アメックスラウンジ移していきます。来月です。その前にダナン行ってきます。ダナン、ホーチミン、大好きなホーチミンですね。ホーチミンから乗り換えですけども、ダナンに行ってきます。ルイちゃん、何、どうしたの。ルイちゃんもおしゃべりしたいって来ました。ルイです。ルイはね、お留守番になるんですね。かわいそうだけどね。でもね、今行ってるところすごい、行ったらすごい喜ぶんですよ。前のところは行ったら震えてたんですけど、今回渋谷のとこなんですけども、行ったらすごい喜んで飛んでいくんですよね。嫌だよ、悲しそうにしてよ、別れるの。でもその辺安心やけどね。レイを預けに行くのと、あと植木ですよね。ベランダにいっぱい、私フルーツ食べたら必ずその種を植えるんですよね。今ジャングルになってます。それにやっぱり水が枯れると困るので、見えるかな、見えるかな、ほっ、見えるか、明るすぎて見えない、明るすぎて見えない、すごいんですよ。5日間ほど抜けると、水のやり方失敗すると全部枯れてしまうので、いつもペットボトルから紐をつけて水滴が落ちるようにしてどうにか保ってます。この前のも1週間ほど開けたんですけども、それどうにかみんな生きてました。これぐらいですかね。予定は今のところです。11月12月は予定はあったっけな。11月はボラカイ島があります。12月は何もないです。1月も何もないですけども、一応1月の、メキシコ狙ってます。特典航空券でメキシコ狙ってます。特典、メキシコが一番お得なんですよね。 LT マイルもすごい、1万4000も LT マイル一発でつくんと、で安いんですよね。燃料サーチャージが10万円もしないんですよね、2人で。
マイルも4万ですか。4万マイルで行けるんです。あの1月の十何日か、あの1月2月ぐらいがなんか1月と4月かな、なんかあの一番安い時があるんですね。その時を目指して、メキシコ、ニューヨークもそれ行けるんですけどもね、4万マイルで。それニューヨークはでも燃料サーチがサーチャージがめちゃくちゃ高いです。ルイ、ルイも行きたいって言ってる。ルイは行かれへんねんな、辛いな、ルイ、ルイ。じゃあ皆様にバイバイ、バイバーイって、またねーって、ルイ、はい、こっち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 、じゃあねーって、いるよー。